東北地方は日本の地域の一つであり、本州東北部に位置している。大宇地方とも言う。最大都市は仙台市である。その範囲に法律上の明確な定義はないものの、一般には青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県を指す。これら6県は本州の約3割の面積を占める。 東北地方は東日本に位置するが、気象や歴史地理学などでは北海道と一緒に北日本とされる。国際宇宙ステーションから見た北日本と東北地方、東北地方の主要地形プレート理論では、東北地方は北海道と共に北アメリカプレート上に存在し、東側から太平洋プレートが日本海溝で潜り込んでいる。そのため、 海溝型を中心に地震が多く、時には東北地方太平洋沖地震のようにマグニチュード9を超える大規模な地震が起こることもある。東北地方の中央には日本海溝と平行に南北にナス火山帯が走っている。この火山帯の上には下北半島の恐れ山山地及び南北に長く大雨山脈が連なっており、北から恐れ山。 八甲田山、八幡体、岩手山、栗駒山、蔵王連峰、東連峰、あだたら山、那須岳などの火山が多くある。那須火山帯の上には、とわだ湖、田沢湖、鬼神戸カルデラ、蔵王の丘間周辺などのカルデラ地形が見られ、火山の恩恵である温泉も多い。なお、稲わしろ湖は、断層湖である。日本海側には、ユーラシアプレートと、 北アメリカプレートの境界が南北に走っているため、ナス火山帯と平行に、町海火山帯が南北に走っている。この火山帯の上には、白神山地、出羽山地、越後山脈が連なっており、岩木山、鳥海山、ガス山などの美しい稜線を持った火山が見られる。山地が海に接する部分では、 海岸沿いに温泉が湧いており、海を眺めながら入浴することができる。太平洋側には、北上山地と阿武熊高地がある。これらは、隆起地形が侵食され、現在は、老年期地形となった、なだらかで低い山地である。残球として、標高1917メートルの早知根山があるが、基本的になだらかな山地で、大宇山脈より、 日本海側と比べると、積雪も少ないためスキー場が少なく、火山帯ではないため温泉も少ない。ただし昔、海底にあって隆起した証拠である、小乳洞などの石灰岩地形が多く見られる。北上山地が海にせり出している、リアス式海岸の三陸海岸では、石灰岩が波に現れて作り出された、複雑な海岸線や真っ白な砂浜が見られ、 親潮のコバルトブルーの海とコントラストを作り出している。阿武熊高地と太平洋の間は、離水海岸となっており、リアス式海岸の間の海が埋め立てられたような、小規模な中石平野が小高い山地と交互に存在しながら、永遠と続く。これら三連の南北に連なる山脈、山地の間には、北上川、阿武熊川、小物川、 もがみ川などの河川が流れ、多くの盆地や平野を作り出している。気候は、小地形による就職があるが、大きく、日本海沿岸、ナスカ山帯山麓と、西側、ナスカ山帯山麓を除く東側、太平洋沿岸の4つのグループに分かれており、それぞれ異なった傾向を持っている。また、それぞれのグループごとに、北と南で微妙な違いもある。宮城県。 福島県の太平洋沿岸を除いて全域が豪雪地帯で一部特別豪雪地帯もある。日本海沿岸となす火山帯山6と西側の日本海側グループは日本海側気候となっており、夏季はフェーン現象により晴天が多く非常な高温になることがある。しかし昼間の高温の割に夜間は気温が下がって過ごしやすい。冬季は 日照時間が少なく、豪雪地帯となっているところが多いが、特に、大雨山脈西側の盆地の降雪量が多い。太平洋側の那須火山帯山麓を除く東側は、太平洋側気候と内陸性気候を合わせ持つ。夏季は、フェーン現象により高温となる日と、太平洋沿岸地域のような洞天で気温が低い、日の両方がある。冬季も、 寒気団や北風、西風などの所要因が強いと、日本海側のように雪が降る場合がある一方、太平洋沿岸地域のように晴天になる日も多い。太平洋沿岸は太平洋側気候と海洋性気候を合わせ持つ。夏季は北部、中部は通常どん天で気温が上がらず、数年ごとに山瀬の流入により低温で悪天候の冷夏となる年がある。 南部の夏季は太平洋高気圧の影響下に入りやすく、高温で晴天の日が多い。中部、南部は冬季の積雪量は少なく、晴れて空気は乾燥する。主な都市の冬日本海沿岸、ナスカザン帯山麓と、西側、ナスカザン帯山麓を除く東側、太平洋沿岸の4グループに色分けしてある。主な都市の夏日本海沿岸、 ナスカ山帯山六と、西側、ナスカ山帯山六を除く東側、太平洋沿岸の四グループに色分けしてある。古代の東北地方において、多賀城が設置されて、早くから紀内に、本拠地を置く政権の勢力が及んだ南東北、紀内政権の影響力が弱く、普州や欧州藤原氏の本拠となっていた北東北、といった古代からの南北区分と道の区国の、 内陸国、政治勢力の地盤、デワ国の沿岸国、経済勢力の地盤の境界であった、大宇山脈による東西区分が意味を変えながらも現代の東北地方内の区分と似た状況になっている。ただし、文化的には、戦国時代の大名の支配権や、江戸時代の藩による区分の方が影響を残しており、また、新幹線、高速道路、 空港から遠い最陸沿岸や下北半島も少なくとも意識の上では他の都市圏から独立した独自の地域圏を形成している。太平洋側と日本海側東北地方は太平洋側と日本海側の二つに区分されることがある。両者の境界は那須火山帯上にある恐れ山藩山脈の線、または中央分水嶺による タッピーミサキオウ山脈とする線などがある。この分類は気候による区分でよく用いられ、日本海側は赤陵山脈であるオウ山脈の西側にあるため、特に日本海側盆地は冬の降雪量が多く、日本海沿岸は風が強い地域である。一方、太平洋側はオウウ山脈の東側にあり、太平洋側盆地は 内陸性気候であるが降雪量は、大雨山が宮西側ほど多くなく、太平洋沿岸は、冬でも晴れが多くて、雪が滅多に降らない。夏の気候では、日本海沿岸は、フェーン現象のために、晴天で気温が上昇しやすいが、太平洋沿岸は、山瀬の影響で気温が低い年がある。また、海流の面で、太平洋側は、親潮と黒潮、 日本海側は、津島海流の影響を受けるため、海運の面でも、太平洋側と、日本海側に区分する。全近代においては、太平洋岸は、波が荒く、航海が危険であるため、日本海側と比較して海運は活発ではなかった。現在は、動力を積んだ大型船の時代であり、また、太平洋ベルトに近い利点から、太平洋側の海運が活発である。 道の区国とでは国道の区国の国府が仙台平野の多賀城に置かれ、では国の国府が庄内平野の酒田に置かれたことでわかるように、道の区は内陸国の、ではは沿岸国の傾向が見られる。道の区国は沿岸平野が岩木市周辺、相馬市周辺、仙台平野、八戸市周辺と乏しく、波も荒く、海流も強いため、陸上交通による、 関東地方との関わりが深い内陸国であった。一方、出羽国は沿岸に、庄内平野、秋田平野、野代平野、津軽平野と内陸部につながる沿岸平野がほぼ均等な間隔で存在し、北前船に代表されるように、古代から明治時代まで海運による近畿地方との関わりが深い沿岸国であった。江戸時代には、 おおむね日本海沿岸の地域は、銀遣い、太平洋沿岸の地域は金遣いであり、その境界線はお,およそ下北半島の東岸であった。母親戦争終結の直後、明治元年旧暦12月7日に、道の区国は分割され、道の区国、陸中国、陸前国、岩城国、岩木国が設置され、同じく、出和国も全前国、宇後国に分割された。 呉前と呉後の総称として、両呉、道の区、陸中、陸前の総称として、三陸という地域名が使われることもある。北東北と南東北東北地方は、主要都市の間に、東北新幹線、山形新幹線、秋田新幹線が通っている。また、東北地方内陸を南北に貫く、東北自動車道のほか 太平洋側と日本海側を結ぶ高速道路がいくつも整備され、運行本数が少なく割高な在来線よりも安価で早く便利に移動できる高速バスが各都市間で運行されるようになった。すると、それまで空路で東京とつながってバラバラだった主要都市間の関係が新幹線によるつながりや高速道路によるつながりによって再編成されることになった。 北東北三県は各県知事の政治主導で三県連合の枠組みが作られたがもともと各県都間の地理的距離があり内青森市や秋田市の場合陸路では東京からの所要時間が長いため新幹線が開通しても空路から陸路への旅客シフトが劇的には起きなかったその結果新幹線の結節点である盛岡市を中心とした相互交流や 高速バスの停廉化、高頻度化などはあまり発生しなかった。一方、南東北三県においては、各県の県庁所在地や中心都市が、もともと近接していたこともあり、仙台市との経済的結びつきが強い地域が、仙台経済圏を形成している。南東北三県とがある、中枢部は、南東北中枢広域都市圏という名称の協議会を結成して、 人口334万人を抱える大都市圏行政を行っているほか、三県都連合が経済跡位の形で形成されている。青森や下北半島などの地方では、青函トンネルや津軽海峡フェリー、青函フェリーを通じて函館など、北海道道南地方とのつながりが深い。青森と函館との間では、青函都市圏構想が練られている。 福島県中通りは、栃木県と隣接しており、自家用車による交流は盛んだが、鉄道を介したつながりは浅い。ただし、那須温泉郷や日光などの観光地への観光需要は大きく、東北地方と栃木県のタウン情報誌、TJN 加盟全9市では、迷子見開き2ページの共通紙面を作っている。この地方の名称は、歴史的に変遷している。まず、 古代には、紀内から始まる街道と山道の各々の道の奥に、あることから、道の奥、道の奥とされ、東地方南部に、道奥国が設置された。後に、道の奥国とでは国が設置されると、両者から一時ずつ取った、王、奥両国、奥州と呼ばれた。また、両者を一括して、実行支配を敷いた、奥州藤原氏や奥州丹大などの例から、単に、 欧州ともと言われた。東北と称する文献例は、主に、江戸時代、天保期以降の幕末になってから参見されるようになり、この場合、東北国と称する例もある。地方名としての、東北の省が公的な資料で所見されるのは、慶応4年、1868年に、佐竹義高に可視された、内直とされる。ただし、この場合の、 東北は五気七道のうちの東北三道、すなわち天皇の在所である機内から見て東あるいは北東側にあるすべての地域を指しており、西南四道と対比される。または東北と北陸の合成ごとも考えられる。なお、大雨及び現在の東北地方は東山道の北部に位置している。明治元年12月7日、 奥越列藩同盟諸藩に対する母親戦争の戦後処理の一環として、道の区国が五分割、出羽国がに分割されると、陸または三陸両羽との故障が生まれた。この場合、現在の福島県全域と宮城県南端に相当する岩木、岩城の二国を除いた残りの陸と、 羽がつく五国の地域を指し、王宇とは指し示す領域が異なっているが、分割前の道の区国と出羽国と見ることもできるため、混同されて使用される例も見られる。明治前半に王宇両国は、明治元年成立の九国の数から、王宇七州、東北七州、あるいは新設の県の数から、東北六県とも言われるようになる。 廃藩置県が実施されて全国が政府直轄となると、東地方から北海道が切り離され、仙台県宮城郡仙台に国家の出先機関などが置かれていった。これらの管轄範囲が公的には、王羽と呼ばれる一方、在野の民権派は、王羽、奥津あるいは王羽を呼び、北海道の範囲を指す微小として、東北を用いるようになった。 明治の後半になると民間でも、大雨の範囲を、東北と呼ぶのが通例となり、公的にも、東北が用いられるようになった。結果、東北は、日本の地域の中で唯一、民間由来の地方名として定着し、明治以降135年以上にわたって、東北地方の主要企業、国家の出先機関、大学などの名称に多く用いられてきた。そのため、現在は、 合唱の王よりも微小の東北の方が東地方の古障として一般的である。かつては東北6県よりも多くの地域が含まれていたこともあり、1888年に行われた東北大正の自由民権運動集会には新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県が参加していた。現在でも法的、経済的に新潟県が 東北地方に区分される場合がある。それは明治時代から始まった水力発電との関係が強い。当地での電源開発の最重要地域の一つに阿賀野川があるが、これは新潟県下越地方と福島県藍津地方を流域としており、電力において下越地方と藍津地方は不可分であった。このため東北7県を供給範囲とする 電力会社として、戦中の1942年には、配電統制令により東北配電株式会社が設立された。戦後占領期になると新中軍により、東北7県のくくりで統治が行われ、1950年には、電気事業再編制令により、東北電力が設立された。1952年のサンフランシスコ講和条約発効後になると、 東北7県を対象範囲とする地域開発の法律が作られた。北海道東北開発広告法中央省庁再編に合わせ、北海道東北開発広告は解散し、日本政策投資銀行へ継承。東北開発株式会社法1986年に、東北開発株式会社は民営化。その後、三菱マテリアルと合併。 東北開発促進法国土総合開発法の改正に伴い他の地方開発促進法と共に廃止。地方行政連絡会議法昭和30年代後半から始まる全国総合開発計画と国土形成計画でもこれらの法律に則っ,って東北7県をもって東北地方としている。また北海道と東北7県で 北海道東北地方知事会議が開催されている。経済においては、これら法律の東北7県の枠組みに従って、東北経済連合会が構成され、関連する産学、関連系シンクタンク、研究開発機構、地域ベンチャーキャピタルや、地域投資ファンド、観光事業などでも新潟県が含まれている。東北経済連合会では、 東京とより北日本社を置く企業で最大である東北電力がリーダーシップをとっておりその経済力を背景に同社提供のブロックネットのローカル番組が複数制作されて東北7県に放送されたり同社が関係して東北7県の地方市で連携企画が掲載されたりしている以上のように東北電力関連や経済政策の面においては 東北7県をもって東北地方とする例が見られるが、電力関連以外では東北6県の方が一般的であり、仙台に立地する機関が新潟県を管轄して東北7県とする例は限定的である。東北市研究者の家英通りはその理由として東北地方が強作に見舞われたのとは対照的に新潟は 大陸航路の拠点として開発が進んだことが原因とみている。新潟県は明治初期において日本で最も人口の多い道府県であり、1940年の統計で新潟県1県の工業生産額が南東北3県合計とほぼ同じであるなど経済背景も異なる。そのため新潟県を東北地方に区分する場合は、 東北地方との故障を用いずに、東北7県、東北6県と新潟県、東北地方と新潟県、東北県などといって区別する例が多い。新潟県の県庁所在地である、新潟市と東北諸地域を結ぶ、陸上交通網では、1914年に西線、万越再選、1924年に、上越本線、1997年に、 万越自動車道が全通したが、関東方面や長野、北陸方面へ向かう交通網と比べると高速化が進んでいない上、新潟空港から東北地方への定期航空路線も存在しない。特に、岩手県へのアクセスは高速道路を除くと、ほぼ皆無である。機内政権の律令制、中央集権体制下では、では国は越国の先にある沿岸国。 道の区国は、東三道を徒歩で行くために、道奥イコール道の奥すなわち内陸国とみなされていた。そのため、現在のような測量された地図がなかった時代には、出羽は日本海沿岸の政治勢力の半と、道の区は本州奥地の政治勢力の半ととされ、その境界は在地の政治勢力の清水に従って変化し、必ずしも、 王宇山脈で綺麗に東西に分かれていたわけではない。江戸勢力が交代した鎌倉時代以降は、政権のある鎌倉からは、道の区国の方が近くなり、また、鎌倉と出羽国とは、船でのつながりを持てなかったために、出羽の沿岸国としての意味合いが薄れ、王宇両国を一括して、欧州とするようになった。欧州は、近畿地方の諸政権が支配した時代には、 政権所在地からは遠いため、反独立的な政治勢力が生まれていた。しかし、関東地方の諸政権には近いため、政権への従属的傾向が強くなる。明治以降は、北海道や東京への移住で、知識層である、武士階級を大量に失い、伸びる筑工が、台風のために2年で平港となったため、開港場が近くにない唯一の地方となって、 資本主義経済に乗り遅れた。また、地租改正が行われた、明治初期までは、他の地方に比べて、貨幣経済の浸透が遅れており、国内市場としての重要度も低かった。現在は、人口も増え、高速道路の整備も進んだため、東北地方内における、陸上交通の再編と経済圏の形成が、進んでいる。一方で、 人口の仙台都市圏への集中、その他の地域の過疎化も進んでいる。山内丸山遺跡旧石器時代旧石器時代は表記の影響を受け、現在よりも寒冷であった。そのため、当時の海岸線は現在よりも沖合にあり、現在は海底に沈んでいるため、海岸線での生活についてはほとんどわかっていない。内陸の生活については、 東北地方でも、富沢遺跡や金鳥遺跡などでわかるが、他のいくつかの前期旧石器時代の遺跡が、旧石器鉄造事件によって研究が振り出しに戻ってしまったため、現在検証作業中である。縄文時代縄文時代には、気候が温暖化して、東北地方も縄文中期には、現在より暖かかったと考えられている。当時の最終、狩猟、 魚老を中心とした生活では、西日本よりも東日本の方が生活に適しており、東北地方は関東地方や中央高地とともに、縄文時代の遺跡が高密度に分布する地域として知られる。最も人口密度が低かった近畿地方、中国地方、四国地方と比べて、人口密度が最も高かった関東は30倍以上。 東北も5倍から10倍程度の人が住んでいたと見られている。そのため、1440年も続いた巨大集落である三内丸山遺跡などが存在し、立栽培など原始的な縄文農耕も始まり、関東や中央高地などとともに縄文文化の中心を担った。縄文文化は縄文後期の寒冷化により衰退し、縄文末期には大陸から 水田稲作が伝来し、北部、九州や機内など西日本を中心に、弥生文化が発達する。東北においても、比較的早い時期に、弥生文化が伝播しており、水田稲作は、弥生前期に伝来したと考えられているが、一般的には、紀元前後と見られる弥生中期後半前後まで、水稲農耕は、完全に需要されたとは言えず、 北部においては俗上門文,文化であったとする見方もある。また、南部においても稲作の放棄と俗上門文,文化の南下が見られる。古墳時代古墳時代には、紀内から古墳文化が到達し、東北地方でも古墳が作られた。古墳が集中している地域は、仙台平野や藍津地方、山形県内陸部などの東北地方南部となっている。また、 奈良盆地に起源があると見られる前方公園墳も作られ、山東県との交流がすでに始まっていたと考えられている。東北地方最大の前方公園墳は、宮城県名取市にある雷神山古墳である。宮城県北部、秋田県以北では末期古墳が分布する。なお、東北北部の青森県域では俗上門文,文化が持続し、 古墳は小規模な終末期古墳に限られている。大和時代古代に入ると、大和王権と奥越地域の諸勢力との関係は、古墳時代までの緩い地域連合のレベルから、徐々に中央集権的な都と地方という関係に一向していく。機内政権側から見た古代の東北地方と、現新潟県の米山峠伊東は未成服地であり、 機内政権に服従しない異民族、エゾが住んでいるとされた。以降、古代から中世にかけて、機内政権側の征服戦争と、東北地方の独立や、反独立の動きの中で、正義軍とエゾ軍が衝突し、東北地方の歴史は作られていった。飛鳥時代多賀城七世紀中期後期に、天皇を中心とした強力な官僚制が、 施行されるようになると、それまでの地方豪族が国の宮津子として独自に支配していた地方文献体制から中央集権体制へと国家体制が大きく変化した。この流れの中で7世紀半ばに太平洋側の現在の福島県から宮城県中部あたりまでと山形県の南部と中部が機内政権側に服従し、 日立国から分離される形で同奥国が設置された。この地域は古墳時代に前方後円墳がいくつも作られた地域である。日本海側ではすでに新潟県上越地方まで征服した山東王県と古志国の連合軍が柵と呼ばれる前線基地を築きながら北進する。まず大化3年にヌタリの柵。 さらに大火4年に岩船作を設置し、日本海沿岸を次々と古志国に組み入れていった。西明天皇4年になると古志国主であった安倍平夫が180層の軍船を率いて、さらに日本海沿岸を北上し、ワニダの裏から津軽地方へと至った。これがエゾ政党なのか武装攻撃戦団なのかは定説がない。少なくとも、 この安倍水軍は、西明天皇4年、西明天皇6年の間に3度来航し、交易をして帰っている。その後、機内政権と同盟関係にあったくだらが、白木の侵攻を受けたため、安倍水軍もその戦列に加わり、東北日本海側への遠征は中断された。律令制整備が進み、中央集権国家として確立してくると、 さらに地方の支配体制の整備も進んだ。朝廷軍は北進して省内地方に達し、現在の坂田の最上川川口部あたりに出羽策を設置。越国が越前国、越中国、越後国の三カ国に分割されると、和道元年9月28日、省内地方に出羽軍が設置され、越後国に組み入れられた。この出羽軍は、 和道5年9月23日に、越後国から分立して、出和国になり、後に、道の区国から、追玉軍と、西条軍を譲られて、沿岸国だった、出和国は、内陸部を得る。奈良時代や北城、養老4年に発生した、江戸の反乱後、養老8年、人気元年東北太平洋側に、多賀城が築かれ、南東北は、 朝廷側の支配体制に完全に組み込まれた。さらに北進した朝廷軍は天平五年に出羽作を秋田高清水岡に移した。ただし、現在の秋田県の領域では沿岸部のみが支配下に入っただけで内陸部はやや緩い支配だった。737年、大野あず人により多賀城から出羽作への連絡通路が改作された。 北東北では、北上山地で、太平洋と隔絶され、多賀城からも離れている、現在の岩手県内の北上川流域、及び、秋田県の横手盆地などが、江戸の勢力域として残り、その後の朝廷との交渉に続いていく。法棄十一年の公認天皇の時に、伊持や麻呂が反乱を起こし、多賀城を奪った。平安時代伊沢城、平安時代の寒武天皇は、 三回にわたるエゾ平定を行い、坂の上の田村マロが征夷大将軍となって、エゾ軍の当て類と戦って勝利し、奥六軍に伊沢城を築いた。敗れたエゾ軍は朝廷への服従を誓って、不襲となり、一部は日本各地に集団で強制移住させられた。朝廷の支配が確立すると、関東地方や北陸地方から多数の入植者が入り、 東北地方の内地化が進んだ。府中の中から、安倍氏が勢力を伸ばして、奥六軍を本拠地に、ぬかの部から渡り、イグに至る広大な地域に影響力を持ったが、源の頼地下と対立し、滅ぼされた。その後清原氏が勢力を張ったが、これも、源の義家に滅ぼされた。この領域を通じて、 それまで、道の区国とでは国と認識されていた両地域を、ひとまとめする認識が生じたとする見解がある。日本64州と呼ばれたうち、東北の広大な領域にわずかに各国しか設置されていないという不均衡な状態は実に、明治維新期までの長きに及ぶが、これは、政権が武家に移行して、文国制度が完全に形外化したためでもあり、 東北の人口密度や生産力がずっと低かったわけではない。対抗県地ではすでに、道の区国は他国平均の6倍以上、では国も2倍程度の国高となっている。中村寺根寺起動、平安時代末期平安時代末期から、中世初期には、北上川流域を中心として、欧州藤原氏が栄え、平泉が平安系に次ぐ日本第二の都市になるまで発展する。 欧州藤原氏は、道の区、出羽両国の飲料や石棺化荘園の租税を調することで財力を蓄えたと見られる。しかし、源の義経をかくまった角で、鎌倉政権側より軍事攻撃を受け、源の頼朝によって滅ぼされた。鎌倉時代その後坂東出身を中心とする武士団が多く配置されるとともに、北条氏の所領が広く設定されたが、 一部には、津軽地方の安藤氏のように、在地領主と見られる豪族も、勢力を維持した。安藤氏は、北条特捜家から、江戸大官に任命され、北東北から北海道を支配したと言われている。安藤氏の本拠地13港は交易で栄え、日本有数の都市となった。しかし、室町時代には、安藤氏は、南部氏との抗争により、津軽を追われ、 秋田地方に移り、十三港の繁栄は、失われてしまう。室町時代鎌倉幕不滅亡後の五代醐天皇の、兼務の申請では、欧州平定のために、北畑秋家が派遣され、道の区国府を支配した。南北朝時代に入ると、南朝の北畑秋家、北畑秋信と北朝の石東市、木良市、畠山市、芝市が激しく争い。 最終的に北朝の芝家県が欧州官令として勝利した。その後芝氏が大雨両国に勢力を腐食するが次第に衰退したため関東を統治した鎌倉府に統合された。鎌倉府は統治能力の強化のため欧州南部に笹川区房稲村区房を配置するが室町幕府と鎌倉府の対立の中で 芝氏は、室町幕府から、欧州短大や宇州短大に部任される。さらに有力黒人は、鎌倉府と対立するため、室町幕府直属の京都府知州となる例も多く、見られた。戦国時代戦国時代には、山形の最上市、伊達の伊達市、秋田の秋田市、三湖の南部市、会津若松の足名市などが拡挙した。 仙台城三居倉庫安土桃山時代関ヶ原の戦いの後、日立国民との佐竹氏が安藤氏の後衛の秋田氏と入れ替わりに秋田に転放された。特に伊達政宗は戦国末期に急速に勢力を拡大し、王64軍の半分を影響下に置いた。なお、出羽国の内陸部は盆地を中心とする領域支配を確立し、 東北地方の戦国時代の主役を担った。それは職業不評である足軽が農能を分離されていなかった。戦国初期においては組織できる兵力に限界があり、盆地程度の広さが両国支配に適していたためで、出は国内陸部の盆地の諸勢力は、道の区国領域にも積極的に攻勢に出た。江戸時代若松城近世。 江戸時代の有力な大名としては、上越市から、藍津若松、さらに米沢に移った上杉市、星名正幸を過祖とする、藍津松平市、米沢から仙台へ移った伊達市、水戸から秋田へ移った佐竹市、森岡の南部市などがある。江戸時代後期には、地球的な気象変動などにより、飢饉が頻発するようになり、天明の大飢饉に至っては10万人以上の餓死者、 薬病者が出るだけでなく、住民の多くが無宿者となり、江戸へ流入する事態となった。そのような中、犯罪性の再建を行ってき金にこうした、米沢藩主、上杉王山などの例はあったものの、気象予報の難しさなどに阻まれて全体に状況は好転せず、天保の大飢饉でも東北地方は多くの死者を出した。江戸幕府が、 大政奉還を行って後、幕末の慶応4年、明治元年には、北陸地方東部の北越戦争から続く、合津戦争など、母親戦争の舞台となり、東北や北陸東部の諸藩は多く、え越列藩同盟と呼ばれる、軍事同盟を結んで、新政府軍より身を守ろうとした。しかし戦いに敗れてしまったため、 同盟参加の藩はいずれも、所領を大幅に減らされる処罰を受け、経済は、壊滅同然にまで追い詰められた。そうした状況の中、放禄の支払いが困難となった、家臣団などを北海道へ移住させ、札幌などの諸都市を開拓して、北海道の歴史に名を残す例が、相次いだ。新政府側につき、奥上連れ藩同盟を離脱した秋田藩。 広崎藩なども、また、母親戦争で、多くの犠牲を払い莫大な出費をしたため困窮は避けられず、同様に北海道に多くの移住者を出した。一方で、省内藩は最後まで、幕府側として戦ったものの、西郷隆盛の意向もあり、比較的軽い処分で済んでおり、米沢藩も、また一新後に、積極的に、新政府に協力することで、 軽い処分となった。朝霞疎水、明治時代明治元年12月7日、母親戦争に負けた奥越列藩同盟諸藩に対する処分が行われた。同日、道の区国は、岩木、岩白、陸前、陸中、道の区国に、出羽国は、宇前国、宇後国に分割された。明治4年7月14日の廃藩地権などを経て、現在の東北6県が作られた。 この時期、母親戦争の勝利によって明治政府は、その権力基盤を確立し、爆藩体制に則っ,った伝統的な社会秩序は、その権威を完全に失った。また、西南諸藩に比べもともと経済基盤が弱かったこともあり、出力処分によって、経済的な困窮へと追い込まれた各地の領主と、家臣の間で、給与の策として、北海道移住と、 昨日が広く行われた。また、東北地方では、千倍制度により、収入増を図る藩が多かったため、土地の産物がそのまま税として、支払いを求められる例が多く、農民などの庶民が産物を現金化できる、システムとしての市場は存在しないに等しかった。しかし、明治維新の後は、市場の存在する他の地方と同様に税を現金で、払う。 要政府から命ぜられたため、産物の現金化に不慣れな人々が相次いで破産するなど、地域全体が大規模な経済的混乱に陥った。釜石製鉄所、明治時代に入り、富国強兵植産工業が日本各地で本格化した時代を迎えても、氷山盆地における、浅霞疎水、宮城県の伸びる疾光、 東北帝国大学設置、岩手県の釜石製鉄所などの例外を除き、東北地方では政府による大規模な投資や開発は見られなかった。伸びる筆工が台風によって破壊された後も、修復や代わりの港の建設はされず、鉄道のうち最初に付設された東北本線は、官営による国家計画としては行われなかった。大倉京、松方正義による、 松方デフレは農産物の価格下落をもたらし、全国的に小作農の比率を上昇させた。その影響によって、全国的には富裕層による地主所有の河川化が進み、また産業化が進んでいた関東の都市部などは経済が好調となった一方、常磐丹田周辺などを除き工業化の遅れていた東北地方は、 さらなる経済的ダメージを被ることとなった。そのため多くの者が、徐行や各種労働者として都市部などへと働きに、出ざるを得なかった。さらに、日清、日露戦争後に顕著となった、日本の対外進出志向は、日本内地の開発の停止につながり、地方の近代化を遅らせる結果を招いた。特に1910年の韓国併合後は、朝鮮半島から、 廉価な米が流入したために、米価の低下を招き、東北地方にとっては大きな痛手となった。昭和時代昭和になってからは、農家の次男、三男などを中心に、旧満州国などへの移民が活発化した。1930年には、昭和東北大協作が発生し、身売りや血食児童が続出2.26事件を起こす要因の一つとなった。 戦後、第二次世界大戦後は、農地改革により、従来の封建的な地主小作関係は、過去のものとなった。東北地方でも、ようやく工業化が進み始め、その生活水準は顕著な向上を見せたが、一方では、斉藤市の進む太平洋、ベルト地域の著しい発展に取り残され、経済力の弱さが、より目立つ形ともなった。 高度経済成長時代に入ってもそれは変わることなく、インフラ整備の遅れ、東京方面への出稼ぎや、集団就職などによる人材流出、それに伴う深刻な過疎か、東北内でも仙台一極集中といった新たな問題が認識されるようになった。東北地方の方言、いわゆる東北弁は、方言学では東日本方言に区分されている。 太平洋側では関東方言との共通点が多く見られるほか、日本海側では近世の北前船の交易による関西方言の影響も見られる。アクセントは太平洋側南部の無アクセント、南部日本海側から北部の大半にかけて分布する北大湖式アクセント、三陸海岸北部の外輪東京式アクセントに大きく分かれる。かつては聞き取りにくい。 理解しにくい方言の代表として、鹿児島弁と共に挙げられることが多く、他の地方と比べて開発が遅れていたこともありくらい、イメージや否定的な印象を持たれることもあったが、現代においては、温かい人情や素朴さの象徴とする肯定的な見方も生まれた。しかし、方言は社自身にとっては、勝手なイメージ付けに過ぎない点で、 従来の否定的な評価と何ら変わらず、必ずしも、好意的に受け取られるとは限らない。現代では、東北地方でも若い世代では、共通語化が進んでいる一方、従来の古いイメージに最初から囚らわれない人も増えて、きている。なお、一般的に、東北弁と思われている特徴としては、などがある。しかし、これらの特徴が当てはまる方言と当てはまらない。 方言がそれぞれ存在する。東北地方以外で、東北方言を聞ける場所の代表として、かつては、上野駅がよく言われた。実際に、石川卓木の短歌や、高度成長期の望郷物の流行歌にも、登場していたが、東北新幹線の東京駅への乗り入れなどによって、上野駅と東北地方との結びつきは、劇的に弱まり、すでに過去のイメージとなりつつある。 東北地方の人口の推移、東北地方全体としての人口動向を見てみると、戦後は自然像を中心に人口像の時代となり、1960年には東北地方全体で約970万人に達した。1960年代の高度経済成長時代には、金の卵の名のもとに、主に景品方面に、 集団就職したり出稼ぎに出たりするようになり、民族移動にも似た人口減の時代に入る。この流れは1970年初頭まで続き、第2次ベビーブルームによる大幅な自然像があったにもかかわらず、1970年には924万人にまで人口が減った。その後、ニクソンショックとオイルショックによって、 低成長時代に入った東京への流出が減少し、東北地方は再び人口増の時代に入る。ベビーブーム終了後は、900万人を超える市場性と第三次産業への産業転換により、地方中核都市の社会増が起き、日本全体の長寿化も手伝って、県庁に人口は増え続けた。バブル景気期には、一時、東京圏から転入超過ともなり、 20世紀末に約985万人に達した。21世紀に入り、東北地方全体の景気低迷と高度情報化や金融の東京一極集中のために人口は再び社会減による減少に転じている。今後は長寿化の限界と段階の世代の高齢化による死亡率の増加及び少子化の影響で自然減になり、 人口は引き続き減少していくと見られている。2010年国勢調査確定地、明治時代の東北地方の人口1888年1889年、市政志向年、明治大正国政騒乱、元城下町。色なし、港町19世紀末は、産業の中心が農業であったため、稲作に適した、南東北の方の人口が多く、また、 同意度では、夏季の高温で収量が安定している。日本海側が、山瀬の影響で収量が不安定な、太平洋側よりも、県別人口で上回っている。この時期はまだ都市化が進展していなかったため、江戸時代の経済の名残で、城下町と港町が都市としての地位にあった。現在は、都市化が進んでおり、県別の人口順位も DID 面積順位と、ほぼ一致する。 なお、東日本大震災以降、福島第一原子力発電所事故の影響で一時的に、郡山市や岩木市の人口が1000人規模で減少した。一方、内陸部の被害がほとんどなかった仙台市や被害が、皆無だった森岡市では、津波被災地域からの転入で人口が1000人規模で、増加していた。年齢5歳階級別人口2004年10月1日現在、 水系人口総計、単位1000人、年齢5歳階級別人口2004年10月1日現在、水系人口男女別、単位1000人東北地方は、白川の関から本州最北端の大間崎まで、道なりに 630km 以上あり、東京から姫路間の道のりより距離がある。そのため、東北地方の陸上交通路は、 東京までの到達時間短縮が第一に重視され、街道、鉄道、道路の整備は、まず南北を結ぶ交通路が整備された。また、太平洋側の交通の整備が先に進み、日本海側については外してその後に整備された。現在、南北陸上交通においては、主に東北新幹線、東北自動車道により、関東地方と連結され、旅客では、 新幹線が優位に立っている。東京への到達時間短縮のために、高速交通機関が発達したが、一方で、東北地方内の旅客移動も活性化させ、特に、太平洋側は、距離に関わらず南北間の都市間交流が盛んとなっている。また、本州、北のターミナルである、青森県は、津軽海峡を挟んだ北海道との間に、 青函トンネルが開通し、諸都市間の関係が深まっている。以前は、青森、函館間に青函連絡線が運行されていたが、トンネル開通で、フェリー航路が設定され、東北道、八戸道と連動したトラック流通に対応している。なお、近年、南東北と東京との間に、都市間、ツアーバスが格安で参入し、 高速バスと、熾烈な旅客獲得競争を繰り広げている。他方、東西の交通については、山脈、山地などに阻まれながらも、明治時代から、鉄道や国道が整備されてきたが、高速交通への対応は遅れた。東西高速交通は、幹である、東北新幹線や東北自動車道と接続する枝のように整備され、20世紀末に、 秋田新幹線や連絡線の高速道路が整備された。この結果、郡山と藍津若松、仙台と山形、盛岡と秋田となどとの間で自然障壁を超えた地域圏や経済圏の形成が進んでいる。東西交通の高速化により、現在の東北地方は交通インフラの利便性の違いにより2つの地域に分類される。 東京との交通上の関係で見ると、太平洋側から大山脈西側に隣接する、盆地群までがいわば、新幹線派地域、それ以外の日本海沿岸地域が、航空機派地域に分けることができる。両者の東西の境界はほぼ、では山地である。新幹線派地域にある、仙台空港は、多数の国内線や国際線が就航していて、 国際線に至っては利用者の半分以上が宮城県居住者以外となっており新幹線派地域の拠点空港となっている。日本海沿岸地域は東北新幹線に接続するまでに時間がかかるため東京とは空路需要が多く航空機派地域となっている。現在東北地方の各空港同士を結ぶ路線は存在しないがかつて仙台空港からは 直線距離が 300km 程度まででも、東北地方内を含めて4路線が定期路線として就航していた。1982年の東北新幹線開通によって、羽田便が同1982年に廃止され、三沢便も廃止に至った。新潟便は万越自動車道が次々整備される中、1992年に廃止された。 青森便は新幹線の利便性が得られない地域であったために設定されたが JR との運賃値下げ競争に負けて廃止された。その他にも新幹線の開通で空港の旅客数が顕著に減少する例が多い。参考として空港に近い主要都市からの平成28年3月26日ダイヤ改正時点での最速所要時間を併記する。 江戸時代には、北前船によって、日本海側の港町が、東回り航路によって、太平洋側の港町が栄えた。また、大小様々な漁港があり、遠洋漁業が盛んだった時代には、大いに賑わった。現在は、地場の魚の特産化や高級化で活気がある漁港が、数多く存在する。工業港、貿易港としては、仙台、小名浜、石巻、 八戸、秋田が旅客港として青森、八戸、仙台が重要な港湾となっている。東京へは主に東北新幹線が主力となって輸送している。1887年に東北本線、黒磯郡山仙台間が開業、その後1890年に仙台一ノ関森岡間、1891年には盛岡青森間が開業し、 三木である東北本線が開通した。1982年に東北新幹線大宮森岡が開業し、また1997年には森岡秋田を新幹線直通列車が結ぶ秋田新幹線、1992年には福島山形を新幹線直通列車が結ぶ山形新幹線が開業し、 県庁所在地帯東京は一本の新幹線によって結ばれた。その一方、坂田、鶴岡帯東京は上越新幹線と特急稲穂が優位、岩木帯東京は特急日立など、幹である東北新幹線を利用しない最短ルートも存在する。これらの地域は枝である東西連絡路線が後発であったことが影響している。 なお2002年12月1日に、東北新幹線の森岡八戸間開業以降、東北地方のすべての県に新幹線が乗り入れるようになり、1日しかない北海道を除けば、日本の地方で唯一の事例となった。東北地方は、医師の数が人口比で、全国水準より低い上、無意地区も広いため、高速道路や国道体系と、 医療体制との関係が深い。高速道路、国道は都市部にある高度医療を行う病院や救急救命センターへの搬送路として機能し、救急車緊急退出路も整備されている。また、都市部に偏る上機位を軍部へ非常勤位として送る供給路としても利用されている。 主な道路高速道路一般国道東北6県、合計宮城県福島県岩手県青森県、山形県秋田県東北6県の県内、総生産比率宮城県、8兆8166億円、福島県、7兆1746億円、岩手県、4兆5162億円、青森県、4兆4115億円、山形県、3兆8304億円、 秋田県、3兆4773億円。東北6県の県内総生産比率宮城県、9兆4636億円。福島県、7兆9132億円。岩手県、4兆8275億円。青森県、4兆6195億円。山形県、4兆3943億円。秋田県、3兆7388億円。 ありがとうございます。